また会ったわね。お兄さんと合流できたんだな。そんなところだ。正確には少し違うわ。私のいる場所に来たのはお兄ちゃんの意思じゃないもの。偶然が重なった結果ね。私にはどうしようもないことだけど。エドラ、それは。だからといってこれが原因で元の世界に戻ってから私のところに来られてもね。自分の舵は自分で取る。それが私の知っている兄だから。兄というのは多かれ少なかれ勝手な部分があるものだ。要は信じきれるかどうかだ。私のお兄ちゃんはこんな出来事に左右されないわ。だから今の時間を特別だと思うことにしたの。エドナから聞いた。お前たち集団で妹に挑んだそうだな。嫌な予感がしてきたぞ。やはりお前たちは許せん。俺たち兄弟の信じ合う力受け止めたなら話を聞いてやる。兄弟が信じ合うのと戦うのとどんな関係が。兄弟で力を合わせたいという思い、その気持ちは痛いほどわかる。叶うなら私ももう一度。キサラ。未練を断ち切るにもいい機会だ。その挑戦受けて立とう。油断しないで。言われなくてもぶっ込め。大旗を壊す。炎を巻き込め。シールの必要。これで任せて。やらせない。炎を大旗を大旗に言われなく失格の味方。大旗もっと転がる。諦めない。止め！
パラスケルト意外に手を出してるわよ。魔を手遅れに勝てるわ。全員キュンと点を数える。これでシューティングスター。陰影エロハートで上がる曇りまでよ。これで終わりだ。その調子で続けばいい。ああ決めてやる。わっ召喚中央陣ここまでぶっ飛べ。カガオスケルト暴破弾あの地球砲だな。今の炎が何まで引きこなくなったミリ。ぶっ飛べ暴破弾せよ。暴破弾ぶっ飛べ暴破弾覚悟はいいか。天地に差し込むは乱れなくて。ほら買い物こそ地球の2倍。実はいらぬ。今お前を殺すための。後輩を走るな。この仲間を罪の一手だ。みんなは発出くらえ。ドラグンパウリング兄貴の方も容赦ねえな。これぞ兄弟愛だな。未練を断ち切るんじゃなかったのか。私が止めるよ。やれるぜ。そうか、カカオスケルト撃っ飛べ。相手は本気だよ。暴破弾撃っ飛べ。天地を差し込むは乱れなく接続ジーナだよ。シュハイウェイ召喚ジーナ陣よく受け止めたな。俺たち兄弟の信頼の力を。負けたからあまり偉そうなことは言わないけど、認めてあげてもいいわよ。思いっきり言ってるっての。君たちの世界で戦えば違う結果になるのかもしれん。我々も勝てたからといって慢心はすまい。ああ二人とも、とても強かった。だからそれは褒め言葉にはならないでしょ。この時間には感謝しているけど。エドナ、話しぶりから察するに二人は元にいた世界での時間が違っているのか。そういうことになるわね。細かい説明は面倒だからしないけど。何の意図かはわからないが、ここは世界と時間の狭間につなげられた歪んだ場所だ。もともと我々の世界の不始末だ。巻き込んだことをお詫びする。もっともそのおかげで妹に会えた。不幸と幸運は紙一重だな。必要なものはこれでしょ。持っていくといいわ。よかったら一緒に来ないか。二人が来てくれたら楽しそうだ。申し出はありがたいが、俺たちは元の世界でやるべきことがあるからな。いずれは戻るつもりだ。だがその時まで募る話をさせてもらう。ここでの記憶が残るかはわからないわ。でもお兄ちゃんと会えたから。